はい、どうもジジさんです。風がねすごく吹いてますけども、今日は外でね、マイクの音声テストをねやりたいと思います。先日の動画でねちょっと室内ではやりましたけども、 XTU-MAX のですね、外付けマイク、これを、まあ、DJI のね FM15 をつなげてやるという形でやりましたけども、今回はね、XTU-MAX 専用の外部マイクと、それから、DJI の FM15 のねマイク、外でどんな感じに撮れるかっていうのをねやってみたいと思います。今日は風も吹いているので、そういったね風の影響なんかもね、どんな感じに、収録がねできるかというところがね個人的には興味ありますけども、今いつもの池のねそば向かって、ちょっとね寒いからね喋れないよね、向かっております。はい、今撮影しているのはアーカソーの V50 プロね SE というやつに、専用のですねアーカソーの純正のリベリアマイクですね、ピンマイク、ちょうどジジさんのこの胸元のね首元ですか見えてると思いますけども、そこにね装着をして、音はね集音しております。はい、午前中結構ね、曇ってて、一時晴れたのでね、いいのかなと思ったらまたね突然曇り出してきたので、まあ雨降るかどうか分かりませんけども、雨が降る前にねちょっとささっと録音のねテストをねやってみたいと思います。はい、こんな感じでいつもの池の場所に来ました。ここでまあ音のテストなんでね、映像のテストではありませんけども、まあちょっとね、人もいないということで、マスクなしでねできると思いますので、ここで、内蔵マイクね、 XTU の内蔵マイク、それから専用の外部マイク、それからFM15 ね、ジジさんが勝手に紙マイクって言ってる、ね、お気に入りのマイク、これをねつけて、やってみたいと思います。はい、それではどんな感じに収録できるでしょうか。それではどうぞ。はい、XTU-MAX 内蔵マイクです。XTU-MAX 内蔵マイクの音です。音の感じはいかがでしょうか。XTU-MAX 内蔵マイクの音です。XTU-MAX 内蔵マイクの音です。音の感じはいかがでしょうか。音の感じはいかがでしょうか。はい、これは XTU-MAX 専用マイクの音です。XTU-MAX 専用マイクの音です。音の感じはいかがでしょうか。音の感じはいかがでしょうか。XTU-MAX 専用マイクの音です。音の感じはいかがでしょうか。音の感じはいかがでしょうか。はい、これは XTU 専用マイクにアダプターをね、かました時の音です。音の感じはいかがでしょうか。XTU マイクにアダプターをかました時の音声です。音の感じはいかがでしょうか。音の感じはいかがでしょうか。これは XTU 専用マイクにアダプターをかました時の音声です。音の感じはいかがでしょうか。音の感じはいかがでしょうか。はい、これは DJI FM15 マイクをつけた時の音です。DJI FM15 マイクをつけた時の音です。音の感じはいかがでしょうか。音の感じはいかがでしょうか。DJI FM15 マイクをつけた時の音です。音の感じはいかがでしょうか。音の感じはいかがでしょうか。はい、今DJI の FM15 というマイクをねつけています。一人もつけてね結構綺麗な感じでねマイクを調整しているんですけども、どんな調整されているでしょうか。風も吹いてるので結構音も入りにくいんじゃないかなと思いますし、風でマイクも、ね、揺れてると思うんですけど、どんな感じに撮れてるでしょうか。はい、自分で自撮りで回してみたいと思います。マイクの映り込みなんかどうでしょうかね。はい、アングルとかによってはもしかしたらマイクの先端が入っているかもしれません。はい、こんな感じで
感じになってますね。はい、かえってちょっと編集で始めてみたことになりますけども、うまく音を取れてるでしょうか。取れてるはいいんですけどね。はい、ちなみにちょっとビデオ撮っております。はい、DJI の FM15 というマイクを結構口元にね、ちょっと近づけて池の方を、ね、撮っておりますけども、どの感じどうでしょうか。結構ね、風も強いので、特に、はい、風切り音どんな感じなので、マイクの効力はどうでしょうか。結構ね、マイクの音を近づけてね、収録しております。はい、音の感じ、どんな感じでしょうか。まあ、気持ちよくね、飛んでますね。やっぱ風が吹くと鳥もね、飛びやすいですよね。はい、こんな感じで、今日は、出ればいいんですけども、帰ってね、編集するのが楽しみです。はい、音声テストね、いかがだったでしょうか。何か変わったところはあったでしょうか。はい、じいさんまだ編集でね、初めて聞くのでどんな風に撮れてるかわからないんですけども、まあこんな感じでじいさんのね、チャンネルではね、アクションカムなんかの、まあ動画撮影以外にも音声テストなんかもね、したりしてますので、興味ある方はまたじいさんのチャンネルにね、遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また。